シングルの試合振り返っていただいていかがですか。はい、そうですね、あの最近結構試合に出させてもらうことが多くて、それの中で結構調子も良くて勝ってるので、今日は特にあの勝ちを求められるような立場になってきた時に、あまり自分の中でいいプレーができなかったかなっていう印象があります。相手がその前半 MVP を取られましたスターシニー選手ですが、はい、なんかそのあたりやっぱ意識というかあったんですか。そうですね、あの私自身はあの去年の5月か4月に試合をして、その時は勝ってるんですけど、まあ、T リーグ入ってきて、あのスターシニー選手もずっと早田選手だったり強い選手に勝ってきてるので、あの私もそれに負けないぞっていう気持ちで戦いました。試合を見させていただいて、あの森選手のやっぱりこの勝利の迫力というか思いみたいなのが強いなと改めて思ったんですが、そのあたりはどういうやっぱり大切にされてるんですか。そうですね、あのでも私自身みんなフルメンバーが揃ったら、あの席に座れるかもわからないって自分でも思ってますし、試合なんかに到底出れない選手なので、みんながいない時にみんなのサポート役っていうか、みんながいない代わりに自分がみんなの代わりに勝てればなっていうふうに思っていつも戦っているので、まあ、本当に勝ててこうしてチームに貢献できることは本当に嬉しいです。そういう意味では今日ご自身2番でやっぱり大事なところを任されているっていう気持ちがチームを引っ張ろうっていうのがあったっていうことですね。そうですね、前はあの自分がみんなについていくじゃないですけど、まあ、負けても大丈夫思い切ってぐらいの気持ちでいったんですけど、まあ、今日だったりみんながいないときはやっぱり自分が1点取らないとっていうプレッシャーの中で戦ったんですけど、まあ、それで勝ててよかったです。 2-0 としてから1セット取られたと思うんですけども、あのあたり心境というかどういう切り替えというかされたんですか。そうですね、今日は本当に勝ちたいっていう気持ちがすごく現れてしまって、勝ち急いでしまったので勝ちを意識しすぎたなっていう自分の中で反省点があって、まあでも取られた時は、まあ、相手強い選手なので、まあ、そこは切り替えてまた1から0からやるような気持ちで戦うことができました。ご自身のこの T リーグの勝率とかって気にされてたりするんですか。あ、すごい気にしてるわけじゃないですけど勝ち越して終わりたいなっていう最初のコーチと その目標があったんで、まあ、今はとりあえず勝ち越せてるんですので、まあ、でも負けも多いのでもう少し勝ちを重ねたいです。残り、だんだん、少なくなってきましたが、残っている試合、意気込みを改めてお願いします。そうですね、今私たちは、まあ、周囲走っているんですけど、全然ファイナルに出れるか分からない状態でも全然あるので、一戦一戦みんなで力を合わせて、はい、ファイナル行けるようにまた1位で通過できるように頑張りたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。